えー、自宅から、えー、お送りさせていただいております。猫、えー、スタジオです。で、自宅で一体何を話すかと言いますと、今日はこちらです。にゃにゃーん。ランナーの怪我治療でございまーす。まあね、ランナーと怪我っていうのはもうあのー、セットですから、あの、おすぎとピースみたいなもんですからね。あの、ビーズの稲葉さんと半ズボンみたいなものですからね。えー、そのぐらいこう、もうセットなんです。 で、よくね、あの、怪我をしないような、あの、走りをすればいいじゃないか。そんな、ね、楽な走りをすればいいじゃないかっていう人もいますけど、それではですね、自己ベストは狙えないです。だから、あのー、ね、あの、やっぱりね、どうしてもやっぱり自己ベストを狙うんだったら、本当にあの、右に行けば自己ベスト、左に行ったら、えー、怪我、みたいな、そのぐらいやっぱりね、えー、つきものなんです。だけど、怪我をしたからって、えー、まずは焦らない。そして、落ち込まない、ですね。 うん。でね、怪我を、えー、してもいいようにちゃんと準備をしておく。僕だったらですね、以前話した抗体浴をやったりとかですね、あと週2回、うん、あの、治療院に行ってるんですね。門前中町のもみじ、ハリキュー整骨院さんに、えー。そこで怪我をしてもしなくても必ず、えー、治療に行くっていう。ただね、やっぱりあのー、カンボジアで合宿とかしてる時うん。 怪我をした場合、いちいちはね、また日本に来日して、えー、治療院さんに行くってことは、やっぱりね、できませんから、やっぱりあの、マイルは貯まってもお金は、が、ね、減る一方ですから、そういうことができない。それ、そういう時に、どうするかっていうと、こちらですにゃにゃーんアスリートミニー、えー、ちょっと大山信夫風に行ってみました。<laughs> えー、でですね、このアスリートミニとは一体何ぞやということなんですけども、こちら。えー 伊藤超単波さんから出ている、えー、怪我を早く治す微弱電流機器でございます。えー、それとは何だってことで、人間は怪我をすると、それを治すためになんと微弱な電流が体内に流れてるんです。で、それと同じ周波数の電流を流してより早く怪我を流す機械なんです。でね、こちら。 うん、これすごいのがですね、まずはね、まあ見てわかる通り、これ持ち運びに便利なんですね。持ち運びに便利なんです。これなんと 50g しかないんです。そしてこんな小さいんですけども、えー、充電が、えー、12時間持つんです。半日持つんです。って <laughs> ことはですね、こ、えー、うやって首から下げて、 移動しながら、えー、治療することもできますし、えー、寝ながら治療することもできる。そしてね、えー、筋トレしながら、例えば右手を怪我したら右に、えー、右にマ、まあ、スリートをにつけて、えー、左、左とか他のところを筋トレすることもできるんです。そういった優れものなんですで。どういうふうに使うかというとですね、ここにあるんですけども、えー、例えば怪我したところ、幹部にですね、こうやって、このパッドを貼るんですね。うん 幹部に貼るそれから、えー、尻尾を真ん中につけてこのパッドで、えー、挟んでやることも、えー、また怪我の治りが早くなりますうん、えー、これよくねあの有名アスリートさんとかがよくあの空港とかに着くじゃないですかでよくね見てみると首からこのアスリート目につけて移動しながら治療してる人とかもよくいるんですよ本当にこれあの優れものなんでおすすめですで気になる 値段なんですけど、こちらです。にゃにゃーん。価格、3万円でございます。高いえ <laughs> って、ね、高いって言えない。えー、どういうことかと申しますと、ね、たった3万円で、ね、あの、ずっとこれ、で要は身近な、一番身近な治療院ですから、でね、しかも僕、これでもう、この1台でもう、7年以上使ってるんですよ。ってことはですよ、ね、3万円で7年以上、怪我をね、治してくれると思ったら、安いもんです。 だから一度、えー、もしね、あの、本当に怪我で困ってる人、一度こちらの伊藤超担保さんから出てるアスリートミに試してみてください。はい、ということで以上、本日は、えー、今日猫ひろしのランナーの怪我治療でした。えー、それではですね、今日あんまり笑いがなかったんで、最後に、えー、グをやって、終わりにしたいと思います。それでは行きます。ブックオフに捧げる歌。本を売るなら買うな 本末転倒すぐそこサンクス絶滅しましたファミリーマートにこいつまされました噛んじゃったはい、ということで以上です。編集長猫ひろしでした。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。にゃー